クレイトスの伝説は承知しているであろう。オリュンポスの壁を崩壊させた人間の姿をした神。クレイトスにはスパルタの亡霊と呼ばれる怪物になる前の時代があったのだ。それは怒りとは別のものに取り憑かれていた時代。狂気に囚われながらも彼は不条理な神との血の制約を破ったのだ。彼が神々から解き放たれたその時、ゴッド・オブ・ウォー。